吉さんお疲れ様です昨日ねヤマダ電機に久々に行ってきましたほんと数年ぶりに行きましたねで何で行ったかっていうとヤマダ電機の関連会社でヤマダホームズっていう家電じゃなくてね家を売る会社があるんですよそこの住宅展示場にちょっと招かれててねあの行ってきたんですけどもそこでね1万ポイントプレゼントを頂い,いたんですよでその1万ポイントでヤマダ電機買い物しようかなと思ってたんですけどもあっという間なくなりましたね 結局12,422円使ってきて、ちょっと足が出たって感じなんですけども、それでもね、すごくいい買い物ができました。例えば、プリンターのインクですけども、今までずっと互換性インク使ってたんですよ。ちょっと印刷する枚数も多かったですからね。でも昨今ね、あんまり印刷しなくなったんですよ。ですんで、まあコストのことそんなに気にしなくていいかなと思って、この度ね、純正インクに戻そうかと思ってね、やっぱり純正インクの方がトラブルが少なくていいかなと思います。まあ今までトラブル起こったことないんですけどもね。 でもまあ、純正インクにしたんですよ。で、そうすると、4本セットで、3980円だったかなそのぐらいしたんですよね。今までは、もうその3分の1ぐらいで買えたんで、グッと価格が上がったかなっていうところなんですけども、まあ、互換性インクじゃなくてね、純正にして、ちょっと大きな安心感は出たかなっていうところがあります。それから、アップル製品ですよね。こういうふうなアップル製品があります。これは、実は、 でで買った互換性商品なんですよまあでもこの度ね、USB じゃないけども、ライトニングの充電器ですか。iPhone の、uh, ProMax13。これを充電するのに、あの、ライトニングケーブルとドックコネクタね。これ両方買ったんですよ。そうするとね、これ5000円くらいするんですよね。両方買ったら、純正で。高えなと思いながら買ったんですけども。でもこれ互換性だとね、1000円か2000円で買えるんですよ。でも、今まで互換性を使ってきて、 充電がね、結構ね、思ったよりも早くなかったってことがあったりとか、あとはデータの移送にちょっとトラブルが起きたりとか、どうもね、互換性の製品っていうのは、あの、耐久度調査が甘いのかなと思うんですけども、まあ、しばらく使ってるとね、あの、その効果がガクンと落ちるものがあるんですよ。まあ、だから安いからってね買い換えればいいな、みたいな感じだったんですけど、結構割高なんですよね、そうなるとね。で、ケーブルがいっぱい、 えー、溜まってきてね、どれが使えるのかどうかわからないまま、例えば旅行に持っていきます。使おうと思ったらエラーが出て充電できないみたいなね、そんな悲劇も見回りますんで、やっぱり充電するケーブルってのはね、純正がいいなと思って、今回ね、純正品にしたらもうあっという間に充電するんですよね。清々しいですね。実はね、純正品持ってたんですけども、この前東京に行った際にね、満喫に忘れてきちゃって、それから困ってたんですよ。で、互換性でなんとか充電してたんですけども、やっぱり今日からね、 純正にすると清々しいですわ。ということで世の中には互換性の商品と純正品ってあるんですけどもそれは純正品がいいに決まってるんですよね、うん。だから牛肉とかもね本当は美味しい和牛を食べたいのに和牛が高いからって言うんで互換性のあるお肉のね輸入牛とかを食べるわけですけどもステロイドが多分に含まれていてやっぱりね健康にも良くないしやっぱり日本で生まれてきて日本の水を使ってるから私たちは。 日本の水で育った、あのー、食品が体に合うのかもしれないですよね、うん。まあそういうふうな考えを持ちましたね。互換性と純正品。うん、やっぱり純正品がいいな、うん。そう思った次第でございます。だからレプリカじゃないって話ですよ。ビジネスもレプリカじゃダメでね。形だけ真似ても、それはね、け焼き場なんですよね。だから本当にビジネスやろうと思ったら、 第一生命ネオバンクみたいな案件が来てもねもうワントゥーワンでやっていく効果高いわけじゃないですかね吉谷さん私たちはどうやって塾の制約取るかって言ったらクロージングにワントゥーワンの動画を用いてるわけですよねなんかそのどりあかりにしてもそっか塾にしても問い合わせがあったらまずねあなたに向けての動画を一本撮って送るわけですよねで動画でメッセージが来るなんてびっくりしましたってなるわけですよねそっからもう純正品の違いを見せてやるって感じですよね 互換性じゃない俺たちは純正品だそんなねテーマでございましたいってらっしゃい。